教えてはるんですね。学ばれたことそのまま向こうまで勉強できる。そうなんですよ。これすごいことですよ。そうなんですよ。どういうレッスンが行われてるのかっていうのがすごく気になりますね。なるでしょう。あの現役ミュージシャンであり指導者であるとい こう両方の魅力を併せ持ってらっしゃるので、早速私の体験レッスンを受けてきました。ご覧ください。上田涼太書されてるんですけれども、ダイアトニックコードって言ってね、ちょっと難しいことをあの簡単に説明してくださっています。音楽の組み立て方なんですが、ちょっとサンスのパズルみたいな面白さがあるんですね。でジャズに限らず、そしてこう弾くべきだけじゃなくって、あの考える力をつける指導をされているんですね。ちょっと習うとジャズを聴くのも楽しくなりますね。はい、レッスンはの詳細は上田涼太さんのウェブサイトや電話で問い合わせください。レッスンの中で、ね、横に並んでピアノを弾くっていう、それの指導とかを聞いたら、なんていうんですか、ホワイトボードに書いてって、はいはい、書いてもらうとよくわかりますよね。はあ、こういう感じ でね、パズルみたいに言ってありましたけど、はい、楽しそうですよね。そうですね、ダイアトニックコードしてましたけど、クラシックばっかりで、ね、ジャズってあんまり機会がなかったので、すごい興味ありますね。すごい刺激的でしたよ。あー、いい感じある。すごい楽しかったです。上田さんのサウンドっていうのを生で聞きたいなと思うんですけど、はい、そういった、うん、聞ける機会ってあるんですか。はい、こちらが近鉄、平城駅すぐ目の前にある、カフェデミタスですね。こちらでライブがあります。カフェデミタスは1977年に開業されました。文化の発信基地、文人サロン的な感じで、ソムリエの勉強会もここで行われたりします。朝は8時45分からオープンで、毎土日にライブがありまして、6時半からだいたい2時間ぐらい楽しめます。で、一人でねフラッと行っても、マスターは結構話題が豊富な方なので、全然退屈しませんし、こうやってピザも美味しくいただけますよ。で、先日のライブでは隣のお席の方が美術の先生だったんですけれども、初対面で話がすごく弾みました。うーん、いいですね、はい、いろんな出会いもあって、はい、そういう楽しみがありますね。こういう音楽に触れて美味しいものを食べたりするっていうね、特別な時間を過ごせそうね。一人で入れるっておっしゃってたので、はい、私は頑張りたいと思いましたけども、はい、その上田さんのライブの予定、近々あるんでしょうか。はい、11月9日が、まずカフェデミタスでのライブですね。6時半から NA トライアルで、奈良出身のサックス奏者の酒井康光さんがコメントに語ります。12月21日には Zoom で参加されます。で、来年1月3日には3日に半から上田涼太トリオ、私が見た、はい、のメンバーですね。問い合わせはカフェデミタス、電話またはフェイスブックでお願いします。これまあ会場によってね、何も全然違うでしょうし、まあ、ミュージシャンのそういう紡ぐグループも変わってくるのかなと思うんですよね。ジャズなんかでもその日のセッションによるみたいな違ってくるんですよね。それだけの特別なものなんじゃないかなと思います。これ見てみたいね。藤井さん以前パート1でご紹介されてたグリーンゲートも奈良のジャズの聖地とおっしゃってましたよね。はい、こちらでも上田さんのライブがあるんですよ。11月17日ジャムセッションです。こちらは自由に参加できますので、ぜひ我こそはと思う方はトリング参加してください。聞くだけでも OK です。12月7日も、登場されますので、詳しくはブルーノート、フェイスブックで、調べてくださいね。基礎のこと聞いていいですか。これジャズを聴きに行く時ってものすごく清掃で行くなくてはならないとかなくていいですか。全然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 さあ、ヘラジカでちょ行こうや、ジャズの。おしゃれですよ、かっこいいです。それでいいですよ、よかった。気軽に行けるということですね。最後はですね、藤井さん恒例の手書きの地図で場所をご紹介いただきましょう。はい、はい、近鉄奈良線です。近鉄生駒駅、近鉄百貨店があります。だいたい駅から歩いて5分ぐらいのところの住宅地の中にレッスン場があります。そして西大寺から京都方面へ一駅、平城駅の目の前がデビタスさんです。周りは5分地帯です。
ぜひぜひこの秋、この古墳巡りの締めをジャズライブでいかがでしょうか。あまりに絵がすごすぎて地図がオプションになってるねえ、それぐらいね、素晴らしい、嬉しい言葉を、指示棒も変わられましたね。ありがとうございます。まあ、気づいてもらって嬉しい、はい、ドラムのスティックね、あ、はい、は前まで肌色というか黄色、そうなんです、ね、かっこいいでしょ、かっこよくなりましたね、成長していただいたということで、改めて今回藤井さんに押していただきました奈良市にあるカフェレミタスは近鉄平城駅を降りてすぐの場所にあります。お店に関する詳しいことはご覧の番号またはカフェレミタスの Facebook でご確認ください。おすすめしたそれぞれの情報は SNS と番組ホームページにも掲載しますので、そちらもぜひチェックしてください。いや、毎回藤井さん本当に素敵な情報ありがとうございます。ありがとうございました。ひたすら深い奈良のおすすめでした。CM の後は日本真ん中直送便です。これ藤井さんのこの指示棒を見てジャイアントポッキーの口になりました。